こんにちは。古書市宇佐美堂店主の宇佐美中堂でございます。今回お話ししたいのはですね、古本屋をやる上でどういう苦労があるのかということです。どういう苦労があるか語ることは、むしろどういう苦労に耐える能力が必要かということを語ることにもなりますし、それはとりもなおさず古本屋になる上でどういう適性が必要かということを語ることにもなると思いますので、ちょっと古本屋をやってみたいかもなと思っている人なんかは、自分の性格に照らし合わせながら聞いていただけると面白いかと思います。そもそもなんで古本屋の苦労話なんかをしようかと思ったかと言いますとですね、お客さんや知り合いなんかからね、ああ古本屋、結構なご商売ですねというふうに言われるんですけれども、それは暗に古本屋っていうのは気楽な商売ですねというふうに思われているようでですね、いやそんなこともないんだけどなということで、むしろね、気楽な商売だと思って、参入してくる人がいたりするとですね、これは思ったよりも大変だということにもなりかねないですから、ここで一つ、はっきりさせておいた方がいいのかなということで、今回動画を撮っております。古本屋は気楽な商売だと思われているのはですね、おそらく固定観念的なもので、店内っていうのはうちは結構昔ながらの古本屋の感じですけれども、おそらくあちら側のですね、帳場におじいさんが一人こうちょこんと座っててですね、商売物の本を読みふけってて、で松さえこっくりこっくりこうなんかうたた寝してるようなですね、そういうイメージなんでしょうね。で昔の古本屋はそうだったかもしれませんけれども、今はですね、そういうことではちょっと古本屋ってのはやっていけないような時代で、ぶっちゃけものすごく忙しいんですね、古本屋というのは。と言いますのは、今普通古本屋をですねやってて店頭販売だけで店が回ってることはまずありえなくって、普通はですね、半分とか半分以上ネット通販での売り上げに頼っているところが多かろうと思います。実際ですね、うちも半分以上は売り上げベースで、ネット通販に頼っている状態です。でこのネット通販というのはですね、とかく手間がかかるんですよ。昔であればですね、仕入れた本を軽く磨いて、であとは値札をペタッとつけて、あるいはですね、鉛筆で一番最後のページに書いちゃってですね、どんどん並べればお客さんがそれを買っていったという時代なんでしょうけれども、それをネット通販しようと思ったらですね、写真を撮ってインターネットで検索して、そのカタログページを出して、他の出品者との値段を比較して自分の値段をまず決めて、その商品のコンディションを打ち込んでですね、それでようやく出品されるわけです。かつてのね、店頭販売だけで本を売るという時代であれば、それはお客さんが実際に手に取って状態を確認して納得した上でレジに持ってきて買ってくれるわけですから、いいんですけれども、ネット通販ですとね、やはり見ないでお客さんは買うわけですから、なるべく綺麗にして、クレームがないようにしなくちゃいけない。ですからアルコールで、服とかですね、あるいはライターオイルをちょっとかけてブックオフのシールを剥がすですとか、うちはやらないんですけれども、小口を研磨して、その汚れを取るとかですね、あとうちでやってるのは、こういうふうに、パラフィンカバーをかけるとか、あるいはこういう OPP のカバーをかけるようなこともやっています。とかくですね、そういうただ仕入れたものを右から左に売るわけじゃなくって、その間にクリーニングをする、ある種加工っていう工程が今どうしても入ってくるわけですね。でさっき言ったように出品の手間もありますし、それから注文が入ってからも割と大変なんですね。うちは Amazon のマーケットプレイスを主に使ってますから、一応伝票と宛名書きっていうのはプリンターで出力したものをそのまま使えばいいんですけれども、それをこういう黄色いクッション封筒に入れてですね、重さと厚みを測って郵便局の集荷係の方をお呼びしてですね、それでようやく発送がなると。それだけの苦労をしてもですね、だいたいこうやって
封筒に入れて送るものを1冊300円とか500円とか、まあ、そういう細かい商売をしなくちゃいけないわけですね。まあ、大体ですね、まあ、1日にまあ数冊ですね、1000円、2000円、場合によっちゃ5000円とか1万円っていう本が出ることもありますけれども、まあ、基本的には商売としてもものすごく細かくてですね、大体こういう封筒を1日に20くらいは作って送らないと、まあ、古本屋の収入で人並みの暮らしっていうのはできないんじゃないかなというふうに思います。でも、買い取り、整理、クリーニング、ネットへの登録、梱包、発送と、こうやってるとですね、もう本当に忙しいんですよ。ですからですね、古本屋っていうのは、まあ普通は本が好きで始める商売なんですけれども、本を読む時間っていうのは基本ありません。こうやって仕事していて読めるのはですね、もう、背表紙、タイトル、あと奥付けくらいですね。本文のページを見るのは書き込みとか汚れがないかパラ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 っとこう見るくらいで、まあはっきり言ってね、こう仕入れとかクリーニングをしてて、あ、面白そうだなと思って、それを読みふけるというようなことはあんまりないです。それをやってるとですね、仕事が進まなくって生活が立たないことになってしまいますんでね。ですからここで先ほどの古本屋の適性という話になるんですけれども、まあやはりその適性の第一として本が好きであるということは必須だと思うんですけれども、というのもこんなに大変で儲かんない商売やるわけですから、まあ、好きじゃなきゃやってらんないということはあります。ただしもう一つの適性としてはですね、まあ愛書家であっても読書家ではないと言いますか、まあ、読書家であるのは結構なんですけれども、少なくとも活字中毒でね、もう読んでないとイライラしちゃうみたいな人はですね、あんまり向かないんじゃないかなというふうに思います。まあ、私もですね、最初の 1,2 年くらいはですね、本が好きなはずで始めた商売なのに本読めないんだよなっていうことを悩んだもんですけれども、さりとて愛書家としてはですね、こう見たことないような本が次々に入っていって、それを想定を楽しむとか、あるいは珍しくって相場が高いような本がですね、どうしてそれが珍しくって古書マニアに珍重されてるのかっていう言われを調べてですね、それをお客さんに向けてキュレーションするような、そういうことに喜びを見出してやっているわけでして、まあ私のようにですね、こうもう本に囲まれているだけで幸せ、集めて並べて、愛書家としては同志であるお客さんとコミュニケーションして、まあそういうことを楽しめる人が、まあ、古本屋として適性がある人と言えるんじゃないかなというふうに思います。でさらにですね、自分自身がコレクター気質であるというふうな人も古本屋には向かないと思いますね。まあ、やはり古本屋の看板を出して買い取りをやってればですね、あ、これはいいな、これはちょっと手元に置きたいかもしれないなっていう本が割と入ってくるわけですけれども、まあ、その時に本当にですね、自分だけの書架に入れてしまってお客さんに売らないようでは古本屋とは言えないわけですね。やはり若い人で古本屋をやりたいなっていう人は、どうもそういう文化人的というかちょっと芸術寄りみたいな人が多いような気がするんですけれども、やっぱり古本屋っていうのはそれ以前にやはり商人じゃないといけないというふうに私は思ってます。前回の動画でもね、我々古本屋は根付けで飯食ってるんだというふうなことを言いましたけれども、まあやはり古本屋っていうのはですね、本の恋人であってはいけないと思うんですね。ずっと手元に置いて愛し続けるんではなくって、やはり古本屋は本のお父さんとして、綺麗にクリーニングしてやる、適正な値段をつけてやる、パラフィンカバーをかけてやる、それはやっぱり花嫁化粧でありまして、早くいい人にもらわれろよ、素敵なお嫁さんとしてお前を愛してくれる愛書家の方に早くもらわれていきなさいよというふうにするのが古本屋のあるべき姿だというふうに思うんですね。まあそうは言っても古本屋もやはり愛書家ですから、自分にとっての蔵書
ていうものも、まあ、あるわけですけれども、まあ、本っていうものはですね、ちょっと美術品とは違って特殊なアイテムでありまして、まあ、いかな珍しいとは言っても印刷物ですから、一すりで1000や2000はあるのが普通なんですね。とすれば、いかな珍しいとは言っても、時間を置けば、あるいはお金さえ出せば、いつかは手に入る。あるいは一度手放しても、買い直せるっていうのが本なんです。であるならば、まあ、買い取りでやはりいい本が来て、ムラムラっとこれは自分の書家に置きたいなと思ってもですね、そうではなくて、とりあえず値段をつけて自分の店の陳列棚の方に入れて、本当に読みたければ、売れてしまう前に読めばよし。売れてしまえば売れてしまったで、それは商売としてよし。それでも読みたければ、今度は一個の読者として、お金を出してどこかから探してくればいいわけですから。まあ、とかくいい本となれば抱え込みたくなるような。まあ、愛書家の中でもコレクター気質みたいな人もまた、ちょっと古本屋の適性としてはどうなのかな、というふうに思うところであります。ただまあ、現代は、コレクターにとってはすごくいい時代ですね。というのは、古本っていうのは基本的にはどんどん安くなっておりまして、まあ、私は今30歳で、まあ、愛書家歴といえばせいぜい15年くらい。で、対してお客さんっていうのは私よりみんな年上で、愛書家歴も倍以上。ですから、古本の相場感っていうのはむしろ私よりもお客さんの方が肌感覚で知ってるんですけれども、まあ、漫画のコレクターの方、幻想文学のコレクターの方、絵本のコレクターの方、王道の初版本とか、署名本のコレクターの方。まあ皆さんこぞっていうのは、いやー古本は安くなったね、というふうにおっしゃるんですね。それはまあ、かつてその相場で買っていた人たちなわけですから、まあその、ある種投機的な価値が下がって、まあ彼らは嘆いているわけですけれども、しかし新規参入する方、これから集めようという方にとってはこんなにいい時代はないですね。まあ本当にバブル期で古書家が狂乱してた時代の本当に半分とか4分の1とかくらいになってるわけですから、まあ古本屋にとっては、あ、それは商売のパイが小さくなるということですからいいことないんですけれども、まあ例えば芥川龍之介の初版本、まあ羅生門だけは今でも20万やそこらしますけれども、まあ、それ以外の単行本っていうのは結構3万5万っていう世界なんですね。とすればですね、まあお給料が月に20万30万っていう人でも、本当に古書の収集だけを趣味にしていればですね、まあ月に1冊くらい初版本が買えるわけですよ。ですからまあ本当にコレクターにとってではいい時代で、裏を返せば古本屋にとっては商売のパイがこんなに小さくなっちゃった。まあ現代で古本屋をやってていいことっていうのは、まあ、はっきり言ってないわけですね。まあだからこそさっき言ったように好きじゃなきゃできない商売だということも言えますし、またパイが小さくなったからこそですね、あんまり大資本とか図体の大きい企業では採算が合わなくなって、実際ブックオフもどんどん店を閉めたりとかですね、古本からもう撤退する店舗が出てきたりするわけですけれども、そういう中でかえってうちみたいな小さくて身軽な店が、まあ、プレイヤーとして活路を見出しうるところもあると思うんですね。まあさっきから古本屋にとって良くない時代というふうに言ってますけれども、まあそれは小売全体に言えることで、まあ今世界で得しているのはGAFAだけだというふうに言う人もいますけれども、まあ実際うちも Amazon マーケットプレイスで、まあいわば Amazon という巨大なショッピングモールさんの軒先を借りて、小商いをさせてもらってると。まあそういうやり方もあるわけですから、まあそういう小規模なりにも、やり方っていうのはそれなりにあって、まあ私も修行経験がないわけですから、新規参入するっていうのは比較的容易な業界ではある。まあそういう中で通販業務に忙殺される覚悟、そういう忙しい業務の合間にたまに珍しい本に出会うことができて、そこに喜びを見出せるか。そして忙しくて本を読む時間がなくてもイライラしない。そして珍しい本でも、いや珍しい本であるからこそじゃんじゃん売っちゃおうっていう商人としての根性、まあその辺の資質があれば
まあ、とりあえず古本屋としての資質っていうのは十分なんじゃないかなというふうに思います。で、最後にちょっと宣伝させていただきたいんですけれども、このうさみ堂に集う愛書家によって、結成された同人による同人誌、うさみ第4号がですね、この度刊行されました。今回の特集は我慢できないということで、まあ、ここに集まるですね、本好きの人たちが我慢できないっていうこう表現欲求がギュッと凝縮された一冊になっておりまして、今回はですね、今までで一番熱い号になりました。中身もですね、過去最高の、まあ、クオリティになっているというふうに思いますので、一冊500円、うさみ堂の店頭か、もしくはですね、うさみ堂公式サイトの、通販で、ご購入いただけますので、皆さんぜひどうぞよろしくお願いいたします。ふーんと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。